北沢さん試合を振り返って一言お願いしますホーム側としては攻撃的で非常に迫力ありましたね素晴らしいシュートシーンも見れましたしねそうですねありがとうございますさあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました北沢さん本日ありがとうございましたありがとうございました3対1で2点差の勝利をものにしています